吉田さんメッセージをくれました。失うことを恐れるなというテーマで非常にね、学び深いメッセージいただいたんですけども、これ私も思うんですけども、失うものがない人に限って結構ね失うことを恐れてるんですよ。例えば YouTube で顔出しの方が儲かるんでしょうかって聞く方は、顔出しをしたいんだけどもなるべくしないように稼ごうと思ってるんですよね。いやいや、顔出しをねするしないで悩む、そんなねもうみみっちいことではないと。あなたは人生がもう窮地なんでしょと。顔出しをして1億円稼げるんだったらそれでもやっぱり躊躇しますかって話なんですよ。いや本当にね、顔出しをして稼げないかもしれない、いわゆる顔出しをしたんだけども自分は稼ぐ自信がないと思うんだったら顔出ししなくて OK です。もう行動しなくて OK です。でももう失うことが何もないと。借金もあるし人間関係ももうねボロボロになっちゃって本当に後がないんですっていう風な人っていうのはもう失うものがないはずなんですよ。なのに失うことをね未だに恐れていると、何を考えているんだと思いますよ。ぜひね、自分が持てるものではないっていうね、持たないものの強みを気づいてほしいかなと思います。そして顔出しについて言いますけども、顔出しをしたくないって言って YouTube でいくらね頑張っても再生数ね、いきなりねあなたが1000とか2000取れないですよ。せいぜい5とかね3とかね10とかそんなもんです。要するに10人見るかどうか分かんない人に対して顔出しが怖いとかね思っちゃってるんですよ。じゃあ現実的にコンビニに勤めてる人、1日何人に顔出ししてるんですかって話じゃないですか。郵便局で配達してる人、1日何回顔出ししてるんですかってことですよ。名札をつけてね、身元もはっきりするじゃないですか。ネットの方が安全ですから絶対顔出しした方がいいです。私にね顔出しした方がいいでしょうかしない方がいいでしょうかって聞くんだったらした方がいいとしか答えれません。なぜなら私は顔出しをしてる方で儲けてるからなんですよ。そして顔出しをしなくても儲ける方法はありますけども、そしたらそのねスキルはあなたにあるんですかってことになっちゃいます。そういうこと聞かないといけないんで、どちらかというと私はねどんどん自分がタレントになったつもりで有名人になったつもりで YouTube に顔出していくことをお勧めします。それでは今回は以上です。ごめんなすって。